皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、比例と反比例の6回目、今回は反比例と反比例の式についてお話します。前半ではまず言葉の説明、反比例の式の形、後半では反比例の式を求める練習、これをやっていきます。では始めます。面積が12平方センチメートルの長方形があります。この長方形の縦の長さを X センチ、横の長さを Y センチとして表を作りました。これがその表です。縦 X センチ、横 Y センチとして、 X の方は1,2,3,4,5,6,12 というふうに数字が埋まっています。それに対して横の Y センチのところはずっと空欄になっていますね。括弧1、表を完成しましょう、このようになっています。長方形の面積は縦かける横ね、この式で求めましたよね。ですから縦の X と横の Y、 この2つの数字をかけたら12になるようにマスを埋めていきます。縦が1の時には横は12になりますね。2だったら2,6,12、3だったら3,4,12で4,3,12、5の時には 5×2.4、 これが12ですね。6,2,12、そして 12×1 は12というように、12,6,4,3,2.4、ね、2,1というふうに表が完成しました。括弧に x の値が2倍3倍4倍点点点になると y の値はどうなっているでしょうか。 x が1から2に変化したとき、 y は12から6になっていますよね。2倍になったら12が半分の6になっていますから、2倍になっているときには2分の1倍ですね。3倍だったら1が3になったら12は4になっています。これ3分の1倍になっていますよね。同じように4倍だったら12が3になっているので、これ4分の1倍、このようになっていますね。片方が2倍3倍4倍と変化した時、もう一方その値が2分の1倍、3分の1倍、4分の1倍、このように変化しているもの、小学校の時これを反比例と呼びました。ですからこの X と Y の関係は反比例ね、小学校ではこういうふうに習ったんですね。括弧3、この表で対応する X と Y の積、 X と Y をかけたその掛け算の答え、これはどれも12になっていますね。これ面積ですね、12になっています。これをy を x の式、これで表すと y イコール x 分の12と、 y の値は12を x で割ったもの、このようになっています。このように x と y、 この関係を y イコール x 分の a のところには実際には数字が入るんですね。この場合は12が入っています。この y イコール x 分の a という式で表せるとき、これ y は x に反比例している、このように言います。中学校では y イコール x 分の a という式で表せたら、これは反比例だよということですね。また小学校と違うときには、小学校は正の数だけだったのが、中学は負の数まで入ってくるというところです。そしてこの式の A の部分ですね、この A の部分、この表では12に当たるところですね。これを反比例の比例定数と言います。反比例の式 y イコール x 分の a ですけれど、この a、 簡単な比例定数の求め方があるので、これも覚えちゃってください。A って12だったでしょ。12は X と Y の積ですから、比例定数の A は対応する X と Y をかけたもの、
このように求められるので、この式もしっかりここで覚えちゃいましょう。反比例の式を求める問題、これを2問解いていきます。反比例の式というのは y イコール x 分の a、 こういう形でしたね。 y イコール x 分の a、 そして a のこと、これを反比例の比例定数と言いました。この反比例の比例定数 a は対応する x と y の積なので、A イコール XY と、こういう式で求めることができます。ここでは2問のうち1番の方を Y イコール X 分の A、 こちらを使って、2番の方は A イコール XY、 こちらを使って解いていきたいと思っています。では1番です。 Y が X に反比例し X イコール4の時 Y イコールマイナス6です。カッコ1、y を x の式で表しましょうと。反比例の式は y イコール x 分の a です。そして文章中に x イコール 4y イコールマイナス6とあるので、 x のところを 4y のところをマイナス6、これを代入して a を求めます。ですからマイナス6イコール4分の a と、こうなりますね。つまり4分の a イコールマイナス6、両辺に4をかけて a イコールマイナス24となります。まだこれ答えじゃないんですよね。なぜかっていうと、これ y を x の式で表してないですよね。これは比例定数だけ求めたということです。 y を x の式で表しましょうという時には y イコール x 分の a の形、この形で答えてねと言ってるわけですから、この形にしますと y イコール、これ比例定数負の数なのでマイナスを前に出してマイナス x 分の24と、 y イコールマイナス x 分の24、これが答えになります。括弧2番、x イコールマイナス8の時の y の値を求めましょうと、ね、式は y イコールマイナス x 分の24となっているので、この x の部分マイナス8を代入します。ですから y はマイナスで x の部分マイナス8にします。マイナス8分の24と、負の数2つあるのでこれプラスになりますよね。答え正の数です。8分の24、約分すると3になりますから y イコール3というのがカッコ2、この方が答えですね。カッコ2の答え、 y イコール3、こうなります。2番です。 y が x に反比例し x イコール12の時 y イコール4です。でこちらは a イコール xy、 比例定数は対応するx と y の積、 x と y の値をかけるという、こちらを使って計算します。ですから比例定数 a イコール12と4をかけて 12×4 となって48、比例定数は48と分かりました。ですから答えは y イコール x 分の48、これが答えです。 y イコール x 分の48、これが答えです。括弧2番、 y イコールマイナス3の時、この時の x の値を求めましょう。これも a イコール xy を使います。 a の値は48と分かっているので、マイナス3と x をかけた値が48になる。つまりマイナス 3×x からマイナス 3x イコール48になりますよね。両辺をマイナス3で割ると x イコールマイナス16と、こうなるので答えは x イコールマイナス16と、こうなるわけです。反比例の式 y イコール x 分の a、 比例定数を求める式 a イコール xy、
どちらも使えるようにしておきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。